皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ、2023年度といえば藤井聡太八冠誕生のニュースで盛り上がったよね。そうだな。2023年度の将棋界は藤井聡太八冠の1年だったぜ。そうよねえ、藤井聡太八冠にとっては最高の1年だったよね。将棋以外でも大好きな鉄道の体験もできたし、藤井八冠にとっては最高の1年だったと思うぜ。でも、藤井八冠からタイトルを奪われショックだった棋士もいると思うぜ。そうだね、勝負の世界って勝者もいれば敗者もいる厳しい世界だもんね。週刊誌の記事を見ていたら、永瀬拓矢九段が藤井八冠に負けてから勝負へのモチベーションが、って語っていたんだぜ。王座戦の二人の戦いは永瀬九段が勝ってもおかしくない内容の将棋だったもんね。私には難しすぎて将棋の内容はよくわからなかったけど、永瀬九段が天を見上げて頭をかきむしる姿が、忘れられないのよね。永瀬九段の悔しさが十分に伝わってくるシーンだったと思うぜ。きっと永瀬九段にとってはあの王座戦でのショックをずっと引きずっているのかもしれないね。あと、一歩で勝てる将棋を負けにしてしまったショックから立ち直るのにはかなり時間がかかると思うぜ。そうだよね、そう簡単には立ち直れないよね。永瀬九段は週刊誌で内容が良すぎたのかもしれません。特に小生だった。第3、4局は何もかもがうまくいっていたのに、藤井さんに終盤一本で差し切られてしまって、結果だけは恵まれなかった、だから負けの痛みは思ったよりもありましたね、と語っていたんだぜ。永瀬九段だけではなく藤井八冠からタイトルを奪われ戦に喪失している棋士は多いだろうね。トップクラスの棋士になると口には出さなくても自分は将棋が強いと思って子供の頃から将棋を指し、突如、藤井八冠のような次元の違う棋士が現れれば戦意を喪失しても仕方がないと思うぜ。レーティングを見ればわかるけど藤井八冠が頭一歩抜けているもんねー。というわけで今回、藤井聡太八冠が強すぎて他の棋士がとんでもないことに、に対するみんなの反応について紹介していくぜ。ゆっくりしていってね。まずは藤井八冠に対するみんなの反応について紹介していくぜ。将棋ゲームだにアプで繰り返してるのは将来自分と戦える逸材を育てるためらしい。長いことタイトル画面しか更新してないし、八冠までやっちゃったからもうアップデートないよ。相撲の白鵬とかもガチの一行間あったけど、藤井くんそれ以上に無双しとるよな。藤井がいなければそもそも盛り上がりすらしていない。誰がタイトル奪うかという視点で盛り上がっているのに、現実的に藤井から脱出するならいつ現れるかわからないけど、次の中学生棋士の全盛期20代か。将棋は藤井くんしか勝たんゲーム。藤井割とマジでやり尽くして引退してもうなずけるレベルで抜け取るからな。藤井はタイトルの数なんかモチベにしてなくて、むしろ楽しくてしょうがないから、余暇も含めて将棋三昧。本人は苦労とすら思ってないので無限に強くなる。そういう意味でも他のビジネスライクに将棋やってる棋士たちは絶望感があるんだろう。1ヶ月休みがあったら何しますかって質問に、将棋します言うてたからな、生粋の将棋モンスターや。将棋以外の趣味で将棋観戦って答えるからな。暗記が全てとか語ってるやつは旧いものだから気にしなくていいよ。詰め将棋でトップの藤井に暗記だけという批判は的外れ。むしろ暗記以外の部分でも突出している。さらに言うと、一夜漬けの暗記を行うタイプの棋士は存在するが、藤井はそれをしていない。もうメカ藤井とか持ち出すしかないのか。こんな感じで藤井八冠が強すぎるといったプラスにも取れる反応があったんだぜ。藤井八冠は将棋の才能も天下一品だけど、きっと誰よりも将棋を好きで愛しているよね。そうかもしれないぜ。もちろん他の棋士も将棋が好きで棋士になっているけど、将棋以外の趣味を持っている棋士も多いと思うぜ。だねー、競馬やサッカー、テレビゲームなどを楽しんでいる棋士も多いだろうね。1ヶ月休みなら何をしますかという質問に将棋と答える棋士は意外と少ないかもしれないぜ。普段から将棋はしているからねー。藤井八冠は将棋の才能はもちろん誰よりも将棋を好きで愛しているから、他の棋士は絶望感を感じていると思うぜ。藤井八冠よりもさらに将棋が強いのは AI だけど、 AI は 100% 将棋のことしか考えていないもんね。将棋のことしか頭にない、そんな人間でなければ藤井八冠には対抗できないかもしれないぜ。もし、トップ棋士たちが自分の趣味を全部断ち切って数年間将棋だけに打ち込んだとしても、藤井八冠には対抗できないのかしらね。お前と将棋するの苦しいよ。あと50年くらい他の棋士絶望するしかないんか。2位以下が勝ったり負けたりのどんぐりの背比べだから、誰が勝ち上がってもどうせ藤井にはかなわないという絶望。藤井も勝ちすぎてモチベーション失いそう。これは絶対あると思う。詰将棋作りたいって欲求にそろそろ負けそう。
将棋に限らず勝つのが偏ると面白みが減るんだよな。さっさと失速しだしてほしい。今期銀河戦は50代の丸山に負けたぞ。もう失速は始まってる。銀河戦は早指しだし、一発勝負のトーナメントだから。藤井くんでも負けることはある。長い持ち時間で番勝負のタイトル戦で、藤井くんに勝つのはもう無理。ハブの頃はまだワンチャンあったからな。藤井だとワンチャンすらない。逆に藤井くんの方がモチベーションないだろ。将棋成人来るまで暇じゃん。実際藤井くん倒せそうなやつっておらんのけ？長時間の番勝負ではもう誰もおらん。今の奨励会員にまで視野を広げても見当たらん。もう20年連続8冠防衛は確定や。もうただの将棋成人や。今後の将棋は挑戦者決定までを楽しむゲーム。タイトル戦は単なるエキシビジョンやストレート負けを回避できたら拍手喝采されるレベル。トロコンした藤井のモチベーションの方が心配や。技こかりするだけの挑戦なき日々案。藤井割とマジでやり尽くして引退してもうなずけるレベルで抜け取るからな。ずっと勝ってやもう見なくてもいいやってなるしな。将棋マニアでもなきゃ飽きるよ。若い天才がもてはやされるのは頂点に上り詰めるまでや。その後は負けないとドラマにならない。漫画なら八冠制覇で連載終了だもんな。20年連続で防衛する物語なんて誰も読まんしかかん。それこそ今のトップ残りたい7人で勝てるレベルなんか。一人ぐらいは勝つかもね。7番勝負でも1敗することは多いからそこがラインか。ほんならガチで年1くらいで藤井カーニバルみたいなイベントやらんとあかんな。天才の快進撃はいつの世も人気コンテンツやけど、藤井の物語は行き止まりにたどり着いてしまった天才に立ちはだかる壁がいればもっと盛り上がった。将棋見てるやつに藤井ばっかり勝ってるの面白いのって聞いたら面白いって言ってたんだけど、ほんまなんか。今までは八冠制覇という RPG の世界だから楽しめてただけや。今はラスボスクリアした後の隠しイベントをやってる途中だからまだ楽しめてるだけや。あと3年も防衛が続いたら藤井マダムも飽きてくる。藤井は早く女を知れ。そしたら弱体化するで。史上最強がこの先10年は経験積んだり研究しまくってまだまだ伸びていくんだから絶望やな。こんな感じで藤井八冠が強すぎて将棋が面白くない相手が物足りなくて藤井八冠のモチベーションの低下を心配するようなマイナス的な反応が多かったんだぜ。ままマジか。藤井八冠のモチベーションを心配する声まであるのか。藤井八冠はそんなこと絶対に口にはしないと思うけどちょっと物足りないなって思っているかもしれないぜ。確かに強くなりすぎちゃって楽勝に感じてくるようなら物足りないかもしれないよね。女優棋士は福間さんと西山さんがいいライバル関係だから見ている方も面白いかもしれないけど、藤井八冠はまだライバルと言える存在がいないから内心物足りなさを感じているかもしれないぜ。でも、永瀬九段の王座戦などは最後の最後まで見応えのある将棋だったよねー。確かに中盤までは優勢だったものの藤井八冠の恐るべき終盤力の強さは他の棋士より、一歩抜きん出ていると思うぜ。小学生の頃から詰将棋の実力は群を抜いていたもんねー。まあ、永瀬九段のように他の棋士も中盤までは有利な局面を築けるかが重要だと思うぜ。そうだよねー。終盤力って努力だけでは補えないと思うから、中盤までにいかに有利な展開を作れるかだよねー。年齢的な面も考えると藤井八冠と同年代もしくは年下の棋士がライバル候補になるかもしれないぜ。最新のレーティングでは伊藤匠七段が2位につけているし藤井八冠とは同年代だもんねー。視聴者の皆さんにも藤井八冠のライバル候補が出てくるのか聞いてみたいわね。次にその他の棋士に対するみんなの反応について紹介していくぜ。タイトル3つ失った豊島と鍋は永瀬の場合は激痛味わっとるやろ。渡辺はともかく残りの棋士は羽生と藤井の年齢差がありすぎたゆえの隙間タイトル保持者だからむしろ藤井が遅れてきたことに感謝すべきや。鍋はともかく豊島はようやく取れたタイトルだったからな。永瀬は対局がない日も研究会の予定を詰め込み1日に平均10時間も将棋の勉強をしていると言われる。その永瀬が勉強量を増やしたということは睡眠時間までも削ったということだろうか。てか永瀬は最後の最後ミスってるだけでほぼ藤井を押して勝ってたやん。確かにそうやったな。永瀬は藤井同行関係ないひどい終盤やったわ。こんな感じで他の棋士への反応はそれほど多くはなかったんだぜ。永瀬九段ってなんだか藤井八冠に負けないぐらい将棋一筋って感じだわねー。将棋に対する情熱という意味では永瀬九段は藤井八冠に負けていないと思うぜ。棋士の中で1ヶ月休みがあれば何をしますかって質問があれば永瀬九段も将棋って言いそうだよねー。藤井八冠がいたから永瀬九段は全てを犠牲にしてまで将棋に人生をかけているのかもしれないぜ。
だねー。永瀬九段はどうしても藤井八冠に勝ちたいというのが、他の棋士よりも伝わってくるもんねー。棋士によっては藤井八冠との力の差を感じて私は自分のペースで将棋を指そうという棋士もいれば、永瀬九段のように打倒藤井を目標に自分の限界に挑戦している棋士は数少ないと思うぜ。私は藤井八冠が大好きだけど永瀬九段にも頑張ってほしいわね。永瀬九段の熱いハートはまるで燃える炎のようだぜ。燃える闘魂アントニオ永瀬として頑張ってほしいわねー。最後はその他のみんなの反応について紹介していくぜ。将棋で勝てないからチェスや、が、現実味を帯びてきた模様終始早指しを要求されるようなゲームだけど、頑張ってほしいわチェス全然知らんのやけど時間制限シビアなん。シビアだよ基本は10分制限で指すから序盤から悩んでたら、時間なんていくらあっても足りない世界トップレベルでも終盤とか駒を動かしてから、時計を止めるボタンを押すまで1秒でそれを相手と一緒にカチャカチャやるから、シュールだよ。しゃあないチェスに切り替えてけ。こんな感じでチェスに対する反応もあったんだぜ。将棋で勝てないからチェスって感じではないと思うけど世界ではチェスの方が盛んだよねー。チェスは二人で行うボードゲームで西洋将棋または国際将棋とも言われているんだぜ。へえ、そうなんだね。全く知らなかったわ。相手のキングを取れば勝ちという点でも将棋と共通していると思うぜ。なるほどねー。将棋のようにまずは駒の動かし方を覚えないとねー。青島未来六段が X でオリンピアード日本代表に内定したことが取り上げられていたぜ。そうなんだねー。チェスの方でも頑張ってもらいたいわねー。女優騎士って男騎士へのコンプとかすごそう。割り切って弱男ビジネスしてるやつは別だろうけど、クソ真面目に騎士目指してた人はヤバそう。藤井に勝てない競技やるより女優でトップやってた方が稼げるし、むしろそこら辺の騎士に対して優越感あるのでは。生まれた時から AI がある時代の奴らが出てきたら、またハント変わってくるよ。 AI がなかった頃とある時代のハイブリッドは、今後生まれてこないとも言える。これでもまだまだ AI の方が強いから、もう何年八冠防衛したら、殿堂入りで AI と人類最強の戦いにしたら、 AI とやってもドラマがないから好評にならん。 AI が髪の毛をかきむしるかって言うたらね。こんな感じで女優騎士についてや AI についての反応もあったんだぜ。なるほどねー。まだ AI 対藤井八冠の対決って見たことないよね。確かに AI は史上最強かもしれないけど、藤井八冠が先手番で戦わせてみたら面白いかもしれないぜ。藤井八冠の先手番での勝率って凄まじいもんねー。藤井八冠のタイトル戦での先手番の勝率は38勝5敗2000日手なんだぜ。まマジかー。ひょっとしたら勝つかもしれないね。藤井八冠と福間女優四冠の非公式戦のような感じでやったらさらに勝つ可能性が高まるかもしれないぜ。もし藤井八冠が他の棋士を寄せ付けずに圧倒的な強さでタイトル防衛し続けたらやってほしいわねー。視聴者の皆さんはどんな風に思っているのか聞いてみたいわね。というわけで藤井聡太八冠が強すぎて他の棋士がとんでもないことに、に対するみんなの反応について紹介してきたぜ。ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしく頼むぜ。それじゃ、まったねー。